はい、レオンチャンネルです。手裏剣合体デラックス手裏剣人のお供人状態と五体合体の手裏剣人を紹介しました。今回は2モード合体のもう一方の手裏剣人ドラゴンをレビューします。まずは手裏剣人の状態から、ドラゴソードとドラゴシールド、ドラゴ丸と顔パーツ、さらに忍び丸も外します。一旦ここまでバラバラにして、ここから合体させていきます。まずは忍び丸の膝を畳んで、付け根をまっすぐ。両手を上に上げて、顔は半回転して後ろ。そうすると腕の形になるんですね。後ろにジョイントがありますから、左腕にセット。ドラゴ丸は足をまっすぐにして、腰を直角。ここのジョイントを使って、ボディにセット。アームを上に上げて、レバーを内側に、そして腕を下ろします。両腕を前に持ってきて、足はワンクリック曲げて、付け根から目いっぱい前に。反対側も同じように、一段階曲げて、付け根から目いっぱい前。そして後ろ側にドラゴソードを尻尾代わりに取り付けて、ドラゴシールドを羽に戻して、背中のジョイントにガチャッとはめ込みます。顔のパーツのブレードを外して、ドラゴ用のブレードに付け替えて、スライド。手裏剣人の顔の部分を前にずらすと、ハイドラゴンの顔になりますね。このジョイントにドラゴ丸の頭のパーツをセットすれば、完成、手裏剣人ドラゴです。はい、少しのパーツの付け替えで、ちゃんとドラゴン状態に変形しましたね。パーツはそんなに変わってないんですけど、生き物っぽいプロポーションになりました。これはなかなかすごいことですよね。はい、近づいてみると、こんな感じ。お供人手裏剣がドラゴンの顔になるのは、すごくびっくりですね。ただシルエット的に、下半身を動かしてしまうと、人型っぽくなっちゃいますから、ドラゴン状態はほぼポーズ固定ですね。この状態でボタンを押すと、長押ししても、同じ音声。パーツを付け直せば、何回でも聞けます。ちなみに合体前のお供人状態がこのサイズでしたから、全長は結構大きいですし、同じ動物系のサファリ列車と比べてもプロポーションいいですね。はい、手裏剣人と手裏剣人ドラゴンを並べるとこうなります。2モード変形はすごく簡単ですから、これは遊びやすいですね。では手裏剣人に戻しましょう。足をまっすぐにして、腕も外して、顔の部分はスイッチが両側にありますから、これを押しながら引っ張ります。アームを下ろして、ドラゴンを引っ張って、元に戻しながら腕の形にします。で、付け直して、忍び丸もお座り状態にしてから顔を回転。ジョイントにセットして、ドラゴソードとドラゴシールドを元に戻して、ブレードを付け替えて、顔をはめれば、はい、すごく簡単ですね。最後はお供人に戻しましょう。顔を外して、武装パーツも外して、忍び丸と両腕も引っ張ります。ボディの後ろにスライドスイッチがありますから、これを上に上げながら引っ張るとビュー丸が取れます。あとはまっすぐにして、スイッチを押して前に。で、ワン丸を取って、顔を前に。そして手足を展開。口も開けます。ダンプ丸はパーツを収納して前に展開。拳を回転してタイヤを出してジョイントにセット。ドラゴ丸は足を出して腰を曲げて尻尾と羽を取り付けます。最後は忍び丸をまっすぐにすれば、はい、お供人に戻りました。手裏剣人の変形合体超楽しいです。
い、ということで手裏剣合体手裏剣陣の手裏剣陣ドラゴを紹介しました。去年のデラックス特急王がシンプルながらもパーツの安定性がすごくって遊びやすさ抜群でしたから、なかなかこれを超えるガシガシ遊べるデラックス玩具は出てこないかなと思ってたんですが、なんと来ましたねたった1年で手裏剣陣が出ましたね。いや、これは本当にすごいです。パーツの安定性も抜群で、ガシガシ触ってもポロリはほとんどありませんし、五体合体状態でこの可動域はミラクルですね。いや、参りました。1号ロボからこんなにすごいのが出てくると、今後のお供人とか2号ロボ3号ロボが楽しみでしょうがないですね。以上、手裏剣戦隊ニンニンジャデラックス手裏剣陣の紹介でした。